こんにちは、日本国婚カウンセリング協会の遠藤です。今日は、カップルカウンセリングを先日ちょっとお話ししましたので、もうちょっと具体的にお話したいと思います。日本国婚カウンセリング協会のカップルカウンセリングは一つの特徴として、だらだら何回もやらないというのがやり方です。で、別に皆さんだらだらやってるっていうことではなくてですね、3回というふうに区切って、カップルの関係を修復しようという流れを作っております。多分これはですね、日本ではあまり広くやってる手法ではないと思いますが、私の経験から言って十分3回でカップルの修復ができると。ただし一つですね、条件があります。カップルがお互いに仲良くなりたいという条件がないとダメです。一方はもう別れたい、一方は仲良くしたい、こういうカップルは3回では無理です。むしろこれはですね、きちんと腰を据えて取り掛からないと無理かと思いますが、双方が仲良くなりたいという前提がありましたら3回で終わることが多いです。また3回で終わりますということでやります。中にはですね、3回で終わりそうもない関係のカップルも当然います。そういう方たちにはきちんとお話しして、3回では無理ですよということをお話しして取り掛かりますので、ぜひ安心して、相談に来てください。その3回は何かというとですね、1回目は、男性でも女性でもいいんですが依頼者、2回目は依頼者のパートナー、3回目はお二人で一緒にカウンセラーを交えてお話をする。そこにですね、交流分析を使います。交流分析を使ってですね、お互いの性格と相性をきちんと見て、でそこで調整させてもらいます。大体いいですか、大体お二人の関係がうまくいかないところっていうのはですね、性格の違い、自我の強さの違いが出てきます。大体出てきます。それをですね、クライアントさんにお話しすることでこれも納得してもらえますね。そうするとですね、納得していただければ次に進めるんですよ。その次というのはですね、お互いの相性、いいところ悪いところですね、いいところ悪いところ、もう一つはですね、結構多いんですけど、それぞれが足りないところってあるんですよね。もっと成長にした方がいい、もっと大人になった方がいいよみたいなところがあります。それをですね、ちゃんとお二人のいる前でお話しして、成長しましょうよ、もうちょっと自分を変えられると変えたらいいよねというようなお話をしてですね、納得していただきます。私は性格を変えるということがあまり好きじゃないんですよね。これは個人的な問題です。それよりも変えるというのはなかなか心にブレーキかかりますからね、成長するということでお話ししております。そうするとですね、自分の足りないところを成長すると、もっと自分自身も生きやすくなります。そんな効果も出てきますのでね、3回で終わるカウンセリングもやっております。ぜひご検討いただいてですね、ストレスの多い生活からストレスを減らして生活へシフトしてください。日本結婚カウンセリング協会の遠藤でした。ありがとうございました。